はい、今芦別市野花南に来ております。このように駅前なんですけれども廃屋が目立ちます。あの西山商店さんもやられてないように思われます。隣にある郵便局も懐かしさを感じさせる建物でございます。では本日の動画これで終わりです。チャンネル登録よろしくお願いします。